骨笛とお城は、鎌倉時代に作られたとされる日本刀。日本の重要文化財に指定されており、京都市の報告神社が所蔵している。伝承により、同名の刀が複数存在する可能性が指摘されているが、本校では鎌倉時代に作られた日本刀について述べる。本は美家の官邸によれば、鎌倉時代の刀工、淡田口の陸にあるいは、 国吉の子とされる東四郎義満により作られた刀である。東四郎義満は山城国淡淡口派の投稿のうち最も著名であり、特に担当や県の作刀では名手と知られていた。骨笛東四郎は東四郎義満作の刀としては珍しく、薙刀として作られたものであり、担当県を除いた義満作の刀は、太ちの一騎一振りや、 なぎなた直しの脇差しであるなまず、微刀四郎など少数に止まる。骨クエの名の由来には、諸説がある。京法名物長第二類では、戯れに切る真似をしただけで、相手の骨を砕いてしまったためと説明されている。また、徳川将軍家の刀剣大長の写本は骨を縫い、綴ったような痛みを感じるからと記し、また同様に、福永水賢の個人所像である、 教法名物町の教法8年の遺本には、これで切られた場合、骨に染みるように感じるからと記されているという。豊臣秀吉と対面して骨食えとうしろを見せられたイエズス会イジョアン・ロドリゲスは、日本教会史で、軽く振っただけで、根元から切られた大根のように骨を切るので、骨を丸のみにする刀という意であると述べている。 近世以前の資料で骨食えとうしろうについて最も詳しく伝えているのは軍機、大友後輩旗である。それによれば、南北朝時代の幕開けとなる1336年に足利高氏が九州へ落ち延びた際、大友家当主の大友氏子が10代の宝刀である吉光湖津拓刀を高氏へ加勢する誓いの証として送ったという。この逸話は、 大友紅白記の写本のほか、原読記に出版された、筑紫軍記にも採録されて、世に知られることになった。また、京方名物帳も、同様の由緒を載せている。さらに、文語森藩の範囲気付け春広氏による、豊か氏は、大友紅白記の記述に加え、もともと、鎌倉時代の研究年間に、源頼朝から、大友氏の初代当主、 大友吉直へ与えられた名刀だと記している。ただしこれらは、江戸時代の初期から中期にかけて成立した資料である。これより古い関連資料としては、南北朝時代に成立した梅松論のルフ本に、県務三年のたたら浜の戦いへ臨む足利、が、高氏が骨色という刀剣を帯びている描写がある。その日の足利高氏の軍曹は、 築後入道め恵みがより久をもって、心上されたりし、赤字の錦のおひたたれに、カラーやいのお鎧に、御剣にあり、一は五十代の骨色なり、重藤のお弓に、うわやおさぬる、というものであった。この五十代の骨色が骨食えとうしろうと同じものであるか、どうかが、江戸時代の古実家や、近代の刀剣研究家の論議の的となってきた。福永水軒は両者を、 同一の刀剣とみなし、その上で、骨卓イコール骨色が、大友後輩記の記述の通りに高内の九州落ちの、時点で、大友氏の十代だったとすれば、梅松論の足利氏の十代とする記述と辻妻が、合わないという疑義を提しているが、大友後輩記の方の記述を誤りとして、大友伝来ではなく足利伝来であったと、結論づけた。しかし、梅松論の写本のうち、 個体を残す古本系、兄弟本には、五剣に一派五十代の大波乱りと別の剣の名を、記しているなど、同一の刀剣とみなすことには、慎重を期すべき材料もある。室町時代後期には、鎌田明朝によって書かれた、上徳院殿様公衆御道座当時、在人集着等に、1487年9月12日、九大将軍、 足利義直が六角高頼を聖罰するため大御国坂本に出陣した際、小物に同じな,なた骨紙と申す五十代をかつかせていたという記録がある。中世文学研究者の鈴木明は室町将軍の出陣には十代の刀剣を携えることが慣例になっていたという説の根拠の一つにこの骨紙を挙げている。また福永はこの骨紙についても骨くえとお知ろうと、 同一視し,し、骨神は、骨はみに違いないとして、当時まだ薙刀であったことがわかると述べている。これより、後の足利幕府水大器の所有移動を語るのは、前述の大友後輩機等の軍機及び、教法名物長といった江戸時代の書き物である。それらによれば、骨笛と四郎は、高氏以降、足利将軍家の重要な宝物として代々、 伝えられていったが、1565年、十三代将軍、吉輝が、三好三人衆により暗殺された、永六の変の時に奪われて、松永久秀の手に渡った。それを、大友宗麟が聞きつけ、大友家こそ、元の持ち主であると主張して、久秀から買い戻したという。骨笛藤四郎は宗麟からその子の大友義宗へ、継承されたが、藤四郎。 吉光の刀を集めていた豊臣秀吉がこれを求め、松井勇敢と千里宮の仲介により献上されて、以降は豊臣家の所有となる。1585年9月27日付、大友義宗宛にて豊臣秀吉が吉光骨卓等を受け取ったことに感謝する謝礼の書状が残されている。また吉宗による1586年の覚書も残っており、 秀吉へ渡った大友家の名物として玉館の、西風へ、小坪なす、新田片月と共に、吉光おこしものぼねくえが記され、三加年中に、天下の名物、豊州よりのぼされ工事、既得新編の良し、帰遷批判の良し、猿候なりと大友家からの旅重なる名物の、現状が世間を騒がせた様子も書き添えられている。これらの古文書により、 秀吉が大友家から召し上げた時にはすでになぎなたから大脇差しにすり上げられていたことがわかる。一説によれば、骨笛投資郎は1615年の大阪夏の陣にて大阪城の炎上落城に巻き込まれるが、大阪城の堀から無傷で見つけ出された。その後、発見した町人が本阿弥光室に届け出て、光室から徳川秀忠に献上されて、以降は、 徳川将軍家の所有となった、という。しかし、豊臣家を出て、徳川将軍家に入り、明暦の大火に巻き込まれる、までの逸話については、日本刀大百科事典が載せるだけでも八つ程度あり、諸説ふんふんとしている。1657年に発生した、明暦の大火で被災して、焼き場となり、三大越前屋スツによって、焼き直しされている。また、八大将軍、 吉宗の命で編纂された、京宝名物町にも骨江藤資郎の記述が残されている。その後、骨江藤資郎は、紀州徳川家に可視される。明治新時まで、紀州徳川家に伝来し続けていたが、1869年7月に、徳川宗家へ返還されている。1898年は、豊臣秀吉没後300年にあたっていたが、この年を期して、 豊臣温子の旧大名家の家族が中心となり、京都市での豊か大公300年祭を計画1890年6月にそのための財団法人豊か国会を立ち上げた。徳川家当主の徳川家里は正式な発足に先駆け1889年3月に金100円を添えて骨食えとお城を報告会へ寄付した。 報告会所有となった骨江藤史郎は、祭りの期間中帝国京都博物館で展示された。目的が達成られて、報告会が解散すると、300年祭のために、整備した阿弥陀が、峰の報告病の土地や、建物、付属する宝物や備品などの財産が残された。内務省神社局は、会の残余財産を一旦国庫に入れた上で土地を、勧誘地第三種に編入。 骨笛頭白を含む、その他のものをすべて報告神社に交付し、報告病の管理を任せるという処置を取った。その後、大正末期に報告神社へ正式に可視された。1925年4月24日に旧国法に指定され、1950年の文化財保護法施行後は重要文化財となっている。1925年の旧国法指定時の官報では、 品目の欄に、なぎなたじかしとうむ名いあわたくちよしみつふしらさや、徳川家里鬼神きのさやかきありと掲載されていたが、重要文化財指定名称は2000年現在、なぎなたじかしとうむ名いあわたくちよしみつであり、不指定はない。2018年現在も、報告神社の所有であり、京都国立博物館に帰宅されている。全長71.2センチメートル、 波長 58.7cm、茎長 15.3cm、頭身の反り 1.42cm、元幅 3.46cm、先幅 2.37cm、元へ 0.92cm、先へ 0.10cm、重量 726.5g。元々は一尺9寸5分あったが、継ぎの焼き直しにより、大きさが変わっている。彫物は、 指表に、栗ラ竜、指裏に、不動明王像と盆地を表す。指表に彫られた剣の柄は、三個書の形となっている。三個書は古代インドの武器で、展示手に、密教の儀式で使われる法具となったものであり、剣に絡みつく竜は、不動明王の化身であると言われている。指裏には、不動明王像の上に、微写問天を表す趣旨が彫られている。 京都国立博物館の主任研究員である末金俊彦によると不動明王と美写門天の組み合わせは比叡山の横側で生み出されたものであり刀の所有者を観音菩薩に見立てて不動明王と美写門天による守護が得られるようにという願いを込めたものとされている徳川家に伝来した際に初代越前光次によって忠実な写しが作成されておりそちらは 東京国立博物館が収蔵している。刀の茎表には、伊南番鉄尾部州江戸越前安次、裏には、骨笛吉光仇と、銘が切られており、昇進になる前の姿をよく表している。2016年に、大阪歴史博物館にて開催中された、真田丸大阪展では、本家とこの写しの刀が並んで展示された。また、2018年には、 長野県無形文化財当初である宮入法、広氏によって復元等が作成されている。ありがとうございます。